超健太氏です。さあ、今回は J1 特集やっていこうかなと思っていまして、まあ、近税が3試合あったし、J リーグは J1 はね、土曜日で全部終わってしまいましたからね。だから今週の試合はもう、今日話すのがベストだろうということで、ちょっと他の予定をこう、繰り上げましてやろうかなと、はい、思いました。頑張りました。J2 特集は明日出しますので、また見てください。はい、じゃあ今回取り上げる試合は2試合。新潟対札幌。はい。いつもはね、新潟に関してはちょっとしっかり枠決めて1本で動画やってるんですけど、まあ、今回ちょっとこれに含めようと。で、あとは川崎フロンターレ対サガン鳥栖、この2試合をね、しっかりやっていこうかなと。で、この2つの試合でやっぱ分かったこととするならば、もうやっぱ守備の大事さですよね。ここを非常にめちゃくちゃ強く痛感する感じだったので、そこに関して主に話していこうかなと思います。もちろんそれだけじゃないけどね。はい、じゃあ、まずは新潟対湘南からいきますかね。まあ、非常にね、この試合は完勝に近い内容でアルビの勝利だったと思います。3対1。素晴らしい勝利になりました。まあ、見事だったね。つかまあ、やっぱりね、去年と同じ感じだよね、アルビはね。シーズン終盤にかけて、めちゃくちゃ仕上がってくるという感じ。だからかなりなんていうかな、選手の覚醒待ちに近いところたくさん、ね、あるサッカーなんやなっていうか、まあ、松橋さんってそういう監督なんだなっていうのはすごくわかる、今の状況だよね。で、スタメンには、ダニーロから大谷変わったと。で、ダニーロがなんかいきなり怪我ということでね、ちょっと心配だったんですけどね。なんかキレキレだったしね、まあいいが、今めちゃくちゃ調子良かったと思うんだけど、まあ非常に残念だったと。ただ、大田もね、いきなり先発で大丈夫なのかなって思ったりはしましたが、まあ、彼が、いるっていうのは、まあでかいことだと思うし、あと松田彩太とかもいたんですけど、松田彩太もちょっと絡んでないんで、まあ何かあったのかもしれません。はい。でも、まあこの試合、攻撃陣、マジで素晴らしかったですよね。やっぱ、長倉特に、レベチだね、長倉マジで。やばい。もう本当に、長倉はね、もうやっぱこう、やっぱ、本当に成長したというか、すごいですよね。まあ、もともと持ってるもんあったんでしょうけど、あの選手がね、ちょっと2年ぐらい前まではね、東京リーグにいたっていうのは、東京都リーグにいたっていうのはちょっとやっぱ信じられないと言いますか、都リーグだったっけ、まあなんせこう、プロじゃなかったっていうのはすごいですよね。大槻監督の偉大さ俺はすごく感じるところだと思うんだけど、まあやっぱ彼の特徴、やっぱボール受ける前にほとんどこのフェイント入れてくれますよね。毎回じゃないけどね、フェイントやっぱ入れてくれるから、やっぱ相手のプレッシャーがさ、相手のプレッシュね、マークしに来た奴がどっち来んのかな分かんなくなっちゃって、ちょっとやっぱ足止まっちゃうんですよね。ベクトル出されるから。だからそこでこのフリーになれるというか、スルスルと抜けていくじゃないですか。だからそういったものが非常にある。まああれはでも才能なんでね、なかなか教えてもできることじゃないんだけど。やっぱすごいですよね。まあ、今やっぱ、長倉本当に余裕があって、いろんなものがこう見えている状態だと思うんで、まあ、非常に強い。で、余裕があるのは結構みんなもそうだと思うんですよね、今。みんなやっぱ調子いいと思ってて、やっぱみんな一人一人のこのボールを持つ時の選択肢が非常に多いから、やっぱりこのなかなか捕まえられない相手としては。で、そしてここまでうまくバックパスを使ってるチームってあるんかなっていうぐらい、バックパスが非常にうまい。やっぱりこう捕まるなって思ったらバックパスで逃げるでしょ。そしたらやっぱ相手のプレッシャー無効化されますし、みたいな、感じもあるんで、でもやっぱそれってやっぱそんな言うほど簡単じゃないから、やっぱこうみんな周り見えてるんだろうなっていうのはすごくありましたね。まあゴールが目的ではありますけども、別に手段は前っていうわけじゃないからね。だからそこを半歩とみんなに共有できてるし、まあ安全なところ行くっていう感じはすごくできていますよね。で、そしてやっぱみんなね、攻撃のことばっか結構目が行くと思うんですけども、俺、やっぱ今アルビーが、一番いいのはやっぱ守備かなと思ってて、守備本当に非常に今アルビーいいですよね。まあ今年すでに40失点しててね、結構まあ去年よりはまあ得点も失点も多いっていうシーズンになってしまってはいるんですけれども、ただやっぱりね、守備ね、まあシーズン前半にね、めちゃくちゃ取られまくったってのがあるから、あと取られ方も非常に悪かったんですけど、今夏休み明けの8月ですよね、1個のこのリーグ5試合3失点しかしない。5試合で3失点しか。で、完封が3試合あるわけなんですよ。まあ、とにかくね、ハイライトには映らないんですよ。やっぱ結局、いい守備っていうのは。だって、ね、ピンチとかチャンスをお互い切り取ってるわけですからね、ハイライトっていうのは。チャンスにならないシーンが、やっぱハイライトに映らないシーンが、やっぱアルビア今非常にいいなと思ってて、とにかくね、やっぱね、受け渡しがめちゃくちゃうまい。本当に上手。まあ、ほぼノーミスですよね。この、斜めに入ってくる選手を、まあ、二人待ってたとしたらば、絶対こう、どっちか片方ついて、どっちか片方スペース守るとか、どっちか片方を、もうボール持ってる選手に行くとか、やんなきゃいけないんだけど、この受け渡しが非常に上手なんですよね。どっちがどっちにつくかっていうのは、すぐこう、コミュニケーション取って、わかる。で、本当はほぼノーミスだと思うんで、まあ、非常にね、なんかフリーでこう、抜け出されるみたいなシーンが、ほんと少ない。まあ、ゼロじゃないけども、非常に少ないな、というふうには、
思います。まあ湘南ももちろんビルドアップとかは割と非常にうまいんでね。プレス、ハイプレスを剥がされてしまうシーンは全然あるんだけども、今はそっからこう、そっからが硬いというか、まあ後ろが非常に硬いなっていうのが、まあ今めちゃくちゃあるなって思います。そして最後の取り出となっているマイケル・ジェームズ。マイケルはすごい。まあ藤原ももちろんすごいんだけども、やっぱマイケル・ジェームズの今シーズンのパフォーマンスはマジでえぐいと思う。俺はマジで思ってるから、まあ最後さすがにこう1点取られましたけども、3-0 にして、まあルッキアンがいなくなってからだと、やっぱ緩むところは、まあそれは理解できるし、まあ仕方ないかなと思いますし、まあマイケルはやっぱりね、すべてにおいてね、もう頭使えてますし、読みがあるし、で、足もすげえ伸びてくるし、多分体も結構キレキレなんじゃないかな、今シーズン。非常に彼としては多分ベストシーズンを過ごしてるんじゃないかなと思えるぐらいですね。で、湘南に関してはちょっとやっぱルキアンのやつは完全にバカだったなっていうふうに思うのと、あと残留のための戦い方っていうのはやっぱできてないですよね。湘南はね、アルビに比べたらやっぱ、もう確実に守備緩かったよね。受け渡しもヘベヘベだったし、3センターバックが全然こう前に出れない感じね。ただ、その、守備、残留のための戦い方っていうのは、俺的にはまあ 0-1 で勝つサッカーだと思ってんだけども、やっぱ、それを選ばずに去年、4連勝かなんかして最後なんかね、残留したじゃないですか。まあ、だからやっぱ今年もそうしようっていう、まあ明確な哲学があるのかもしれないんで、まあ、いずれにせよやっぱその、どちらにせよね、やっぱね、そこをこう、面白い面を見せようっていう監督がやっぱ俺はリスペクトできるから、うん、まあ、そこはいいのかなと思ったりしますけど、まあ、サポーターとか現場がどう思ってるかっていうところじゃないですかね。まあ、あと、匠に関しては、84分のシュートは決めて欲しかったんですけども、まあ、ちょっとね、相手に当たっちゃって、まあ、あれも匠らしくて可愛いなと思いました。はい、そして、あとは ACL 勢が近所に臨んだ、試合の中から、3試合の中から、1試合選びましてもらいまして、川崎フロンターレ対サガン鳥栖、これを選びました。この試合はね、もうアルビリとはね、全く逆です。この試合はね、守備のヤバさが目立ちましたね。で、トスだけじゃないんですよね。川崎フロンターレも守備が非常に悪かったと、俺は思っていて。まあ、川崎はね、まあ今年、まあいや、去年ぐらいからかな。やっぱこう、守備がね、非常にね、良くない。本当に見てて思うのは、やっぱ、強かった時のジェジエウ谷口でできにやってたことをやっぱ未だにやってるっていうのがやっぱり非常にあるなぁとは思っていて、選んじゃいけない手段を選んでしまってるって感じですかね。で、そしてそれがあんまり機能していないと。まあ、この試合フロンターレは 4-3-3 気味、まあ、4-2-3-1 の時もまあ多かったかな。まあ、守備陣 4-2-3-1 か 4-3-4-4-2 かだと思うんで、でフロンターあー川崎トスはね 3-4-3、まあ、なしは 3-4-3-1-4-2 というか、まあ、そんな感じでスタートしました。はい。で、前半はね、結構フロンターレがもうずっと支配していたかなと、思ってて、まあ、深い位置へこう侵入して、行く。まあ、トスに関しては湘南と同じで、基本的に3バックが全然動けないですし、センターバックが。なかなか動けないし、で、中盤も守備力低いっていう感じだから、やっぱこの間を使われまくるんですよね。まあ、そういうパターンだよね。まあ、湘南は、田中聡がなんとかいるんで、まあ、なんとかなってる、ここもあるかもしれませんけど。で、基本的に、そのディフェンダー全員、まあ、基本的にボールウォッチャーだし、やっぱボールに目いっちゃって、自分がマークするべき選手をこう、警戒できないっていうのはすごく、あるなと思いますし、さっき言ったアルビがうまい受け出しみたいな子もすごく下手なので、やっぱりこのフリーで抜け出されてしまう、非常に良い、シュートを打つ選手にプレッシャーかからない、マンツーマンでもないですし、で、先制点もやっぱ完全に脇を突かれて、そこに誰も行けないっていう状況になってしまった。まあ、あれはね、パクイリグだったら止めれるだろうっていうので、やってるんだったら、まあ、それは理解できるんだけど、まあ、このシーンでは、ちょっとね、ディフレクションもあって、すごいシュートが飛んできてしまったという感じでしたか。はい、そして先制されてしまう。で、で、フロンターレはこういう得点は大きいですよ。ただ、問題はね、こっからなんだよね。フロンターレもめちゃくちゃいるんだっていうのがあるんだよね。めちゃくちゃひどかった、守備。まあ、もうそう、トスも反撃できて、間を使ういい攻撃し始めたっていうのはあると思うんだけど、まあ、特にですね、28分と、88分、同点ゴール決められたやつ、あそこのシーンですよね。これ28分ここでボール持ってるシーンですよね、今。で、そこからトスが右サイドを突破するシーンなんですけど、トスの右サイドね、フロンタルの左サイドか。だから、まあ、ここで、この時はま、担当決まってるじゃないですか。ただ、この浮いてる選手が一人いて、ここに回して、スダルアイダスも飛び出すわけではなくて、ここを結局使われちゃうんですけども、トーノもね、やっぱりこのサイドの選手に気を取られすぎですよね。やっぱりこのボールを結局シュートとかパス出すのでボールだから、
この間の選手を捕まえなきゃいけないんだけど、まずここのパスを締めなきゃいけないし。なんだけど、結局、入れられてしまう。で、パスされた時に、まあ、この選手がフリーになっていて、ササライダーが飛び出すわけでもなく、ボランチが戻るわけでもなく、みたいな感じになってしまうんですよね。だから、ボールを掘る、すげえウォッチャーだし、で、ここからクロス入れられてヘディングシュートが、クロスバー当たるっていうシーンがあったんだけど、すごくこう、もったいないシーンがあったし、88分の同点ゴールの PK 取ったシーンも、PK 取られる前のところで、完全にこのハイプレスを突破されちゃったんだけど、あれも家長が戻りきれないとかもあったし、他の選手も優先順位間違えちゃうみたいなとこもあったんで、やっぱ結構やっぱみんな甘えというか、かなりこの楽したいのがすごくこう感じてしまうとこなのかなっていうのはあったし、まあ、このボール保持したいチームがこのありがちなこの楽ね、守備が、ボール保持の時間が守備の厳しさに繋がっていかないこの感じだよね。やっぱ結構どこのチームも同じ感じだなってすげえ思っちゃいますね。で、もちろん、なんかこれだけじゃないですし、50分の同点ゴールはオーライみたいな感じだったし、なんかもうこういうの吸わないともう全然やってらんないなっていう感じなんですけど。で、インス焼けのやっぱマルシーニョ高い投入あたりぐらいやっぱ気に入るんだって感じはしたかな。まあ、この辺の交代もそうだし、結構やっぱ家長とかはね、アリバイ守備ばっかやってたから、とりあえず走っとくみたいな、全然厳しくいかないみたいな感じだから、まあ、そこもやっぱ変えられないとこだったりとかもしたし、まあ、もちろん変えられない事情もあったのかもしれないですけど、まあ、ACL もあるしね、そこも見据えてのことだったかもしれませんが、ちょっと非常にこれ大丈夫なのかなっていうシーン、非常に多かったです。まあ、この元トスのね、川原がめちゃくちゃこう奪い切ってくれますんで、今彼すごくいいんだけど、まあ、彼が奪い切ってくれるからピンチになってないだけというか。まあ本当に、まあね、まあ彼がいなくなったらもっとやばいんかなって、思ったりもします。で、あとは、その後半も、ね、トスも後半かなり頑張ってるのは伝わったし、2回追いつきましたけども、まあ、2失点目のその警戒心のなさとかね、もう決勝点の取られ方とか、やっぱりこう、非常に、厳しいなというかね、いや、これちょっと残留できんな、みたいな感じですごく感じてしまったし。まあ別にネガティブになってるわけじゃないんだけど、やっぱそのね、ほんと申し訳ない。ほんと別にこんなことを言うチャンネルではないんだが、やっぱお互いひどかったの。俺的にはやっぱり、この試合は。フロンターレもひどかったっていうのが俺としては。だから3対2になる試合が、なんか、ね、確かに点数入ってたくさん面白かったけど、じゃあそれでいいのかって言われたら全然そうとも言えん。トスはやっぱ残留相当厳しいだろうし、フロンターレに関してはこんなんで ACL 大丈夫なのかってすげえ思うんで、ただフロンターレそれでも勝ってくるからな、なんか最後。ACL だとやっぱこう引いて守ってなんとかカウンターで取るみたいなことできるからな、それでなんとかなってるのかもしんないですけどね。っていう感じですかね。はい。という感じで今回 J1 特集やってきましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、もともと他にもね、見たい試合たくさんありましたけども、ちょっと時間切れで。まあ、ガンバ対レッズとか、マリノス対京都とかちょっと見たかったんだけど、まあ、面白そうなんで、またもし見たら、ツイッターで話しますんで、よかったらご覧ください。ツイッターでね、話すかもしれません。以上です。少しだけまして、ありがとうございました。お疲れ様でした。これ、ターレスネクスト、これ、要はね、持ち運び C 社なんですよ。なんだけど、でも、あれタバコじゃないよ。しかも、アイコスみたいな電子タップとしてもなんか使えるらしいの、これ。これがバッテリーね、バッテリーにこう充電するわけ。タイプ C で。で、充電して、これをここにこう引っつけちゃうね。そしたら、こんな感じで電源つきます。吸います。めちゃくちゃ煙出ます。でもこれタバコじゃないんですよ、一応。スイーツに近いというか、この本当、嗜好品に近いかな。だから健康のタバコを減らそうとか、タバコをやめようとかな、みたいな感じで思ってる人にも結構いいかなと思います。いろいろね、味がある。味があって、マスカットメンソール。収納もできる。こんな感じで。だから持ち運ぶときはこれで OK。で、俺はもう本当にこういうのをね、チームが負けた時に結構イライラしてるから、その時に吸う。去年はもう制限がまくって、クソ弱かったから負けまくって、タバコをめちゃくちゃ吸って、その瞬間だけめっちゃ不健康になったんだけど、俺その時にこれ持ってれば、もっと健康的にサッカー楽しめたかもしれないですね。わー、キック。あー、翼生えます、これ。こうやって遊ぶんです。こういいなと思ったのが、自動で電源オンオフになるっていう。だからこの、やっぱさ、アイコスとか吸ってる人分かると思うんですけど、吸いたいと思った時に電源がもうないっていうのが結構あるよね。で、この、でもこれは違うんよね。吸う時だけこう、つくんよ。視聴者限定クーポン、俺の視聴者限定でクーポン使えるんで、アマゾンで買ったら 20% オフになります。俺のコードで。詳しくは概要欄とか、固定コメントとかにクーポンコード貼っておくから、見といてください。ぜひ、よろしくお願いします。